内海武雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。武雄大学クリニック、河原特攻の診療所、院長内海武雄と申します。この放送では、いろいろ混ぜるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分20分テレで配信しています。また毎朝コジャンカーライブやっていて、公開のマシュ録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたいしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、毎週月曜日は、興味新鮮資料をご紹介してるんですけれども、今日はですね、昨日に引き続きまして、 え、医薬品のですね、副作用被害救済制度のご紹介をしたいと思います。なので、えっ、ー、と、もし昨日の放送ですね、昨日は医師国家試験クイズだったんですけれども、それを聞いていない方は、まずそちらを聞いていただいてから、その流れで今日の放送を聞いていただくと、よりわかりやすい、わかりいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、今日ご紹介する資料はですね、その昨日のクイズの 問題文にも出てきました。この PMDA ですね。はい。これからあ出ている資料になってまして、えっ、ー、と、この、先ほど言った医薬品副作用被害救済制度の、まあ、概要を示したパンフレットなんですけれども、で、これですね、実は、あの、パンフレットいくつかバージョンがありまして、えっ、ー、と、一般の市民向けと薬局薬剤師さん向けとかもありましたかね。で、あとはあ、医療関係者の皆様へっていう、なんかいくつかのパターンあるんですけれども、 えっと、一般国民向け、一般市民向けのやつもね、えー、悪くなかったんですけれども、ただですね、これ昨日ですね、えっ、ー、と、うちのメンバーシップのところでアンケートを取らせていただくとですね、えー、普通の一般市民の方はですね、この医薬品副作用被害救済制度の認知率って、ね、だいたい30何、何パーセントだったか、なんか30%台だったんですけれども、えっ、ー、と、我らが TKO のメンバーはですね、なんと、 77.7%の認知率っていうことで、もう知ってる人がね、結構いらっしゃるっていうことで、ちょっとね、レベル高いんですけれども、この、あえて、この、医療関係者の皆様への方を今日は解説していきたいというふうに思います。はい。ということで、えー、早速やっていきたいと思いますけれども、えー、その前にですね、この、ドクトル Q っていう、このなんか、えー、と、マスコットキャラクターみたいな人がいるんですが、この人、新進してるんですよね。はい。 まそういったころでもいいですけども。はい。<laughs> えっと、誰よりも知ってほしい、伝えてほしいっていうことで、この制度を必要とする患者さんがいますっていうことで、はい。ということで、まあまず、えっ、ー、と、2ページ目ですね。えっ、ー、と、医薬品副作用被害救済制度とはっていうことで、えー、医薬品等により健康被害を受けられた方を迅速に救済するための公的な制度ですっていうことになっています。 はい。で、実際にはですね、この、えっ、ー、と、下に書いてあるように、この医薬品副作用被害救済制度と、生物由来製品感染等被害救済制度っていうのがあるんですけど、で、あとワクチンはね、ワクチンでまた別なんですけども、はい。まあ、こういった、まあ、要は普通の医療をやってる範疇の中で、えー、なんか、あ副作用とかですね、えー、感染が起きたとかですね、そういうのに関して、まあ、保証救済制、されるっていうのが、この医薬品副作用被害救済制度っていうことになります。 はい、えー。ただですね、これ、えっと、タイトルにもありますように、えっと、ひ、えー、その救済のね、えー、給付の対象にならないものもあったりするんですね。それが次のページに書いてあって、えー、っと、PDF で言うと3ページ目ですかね。この、 資料で行くと2ページ目になりますけれども、その真ん中辺ですね、えー、救済の対象とならない合っていうのは合計6個書いてあります。で、ここでね、一番注意しないといけないのが、まあ、これ我々医療者もね、注意しないといけないんですけれども、ちょっと後からね、例も出てきますけれども、この特に丸1ですね。はい、えー。薬品等の使用方法。 使用目的方法が適正であったとは認められない場合っていうことになっていて、これ、まあ、要は添付文書ですね。あの、お薬には必ず、この説明書きがありますよね。例えば、1日何回、えー、どういうふうに飲んでください。まあ、こういうの容要領、要法って言いますけれども、その通りね、使っていなくって、えー、例えばそれの、なんでもいいですけど、なんか10倍。 飲んでしまってですね、それで副作用が起きたとかっていうのはね、この救済の対象とは当然なりません。なので、えっ、ー、と、要領、用法を守って正しくお使いくださいみたいなのもあると思うんですけれども、その通りに、えー、やっていないと、この救済の対象にならないっていうのはね、よくよく知っておいていただけたらな、というふうに思いますね。はい。で、で、あ、で、先ほど言った6ですね、えっ、ー、と、法定の予防接種を受けたことによるものである場合はあ、これはまたちょっと別個にシステムになっているっていう、そんな感じになってます。はい。 で、えっ、ー、と、次のページはまあいいかなと思うんですけれども、まあこの救済給付の流れっていうのがね、書いてあって、まあちょっとこれ複雑なんですけど、まあこれはまあいいかなと思います。えっ、ー、と、はい。まあ、その被害を受けた方がこの PMDA を返して、うんたらかんたらみたいな、そんな感じになるっていう感じですね。はい。で、で、どういう、実際にですね、どういう給付があるかっていうとですね、まあ大きくこの疾病、 ですね。について医療を受けた場合っていうのと、あと、障害ですね、が残った場合と、あと、亡くなられた場合ですね、死亡した場合っていう、この大きくね、3つに分かれるということになっていて、で、特にね、まあ一番、えっ、ー、と、関係がありそうなところでいくと、疾病ですね。その、何らかのこう副作用で、えー 治療が必要になったっていう場合に、えー、その医療費の給付を受けるっていうのが、まあ一番多いケースかなと思うんですけれども、ただこの場合ですね、その入院治療を必要とするっていうのがね、前提になるんですね。なので、えっ、ー、と、入院治療に至らないぐらいの軽めの副作用は、まあこの、お給付の対象にはな,らないっていうことも知っておいていただいた方がいいかなというふうに思いますね。はい。 で、あとはあ、当然ですけど、請求の期限っていうのもあるんですね。まあこれ請求期限で、ねまあ、5年もあるんで、まあ5年以内には普通請求するかなっていう感じなんですけども、それもね、あの知っておいていただいた方がいいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、次のページに行きますと、PDF の6枚目ですね。えっ、ー、と、不支給決定の状況についてっていうことで、まあこれですね、申請したら、まあ、 どれぐらい取るのかって皆さん多分興味があるところだと思うんですけれども、令和4年度ですね。えー、だから全然年度の決定に関してですね、書いてあって、これでいくと、支給がね、83%。 なんですけれども、不支給ですね、支給されなかった、申請したけど、支給されなかったっていうのが16%あるっていうことになっています。で、取り算や1%っていうことで、えー、なってます。で、不支給の理由はですね、ちょっと後から出てくるので、まあ、まずはですね、その、逆に支給された場合の、その原因の薬剤とかですね、その辺がその下に内訳で書いてありますけれども、これですね、えっと、まあ、 まあ、そうだろうなっていう感じなんですけれども、一番多いのはね、やっぱり下熱、鎮痛剤、消炎剤ですね。これが11%っていうことで一番多くなっていて。で、続いて、えっ、ー、と、主としてグラム陽性陰性菌に作用するもの。これ、いわゆる抗生物質ですね。抗菌薬ですね。まあ、これによる副作用が、まあ8、8%。で、続いて抗転換薬ですね。7%っていうことで。まあ、これはね、なんか納得感非常にありますね。 はい。っていう、そんな感じになっていて。で、漢方もですね、やっぱり4%ぐらいあるっていう、漢方でね、副作用ね、結構腎臓内科医としては、ね、経験すること多いんですけれども、はい。っていう、そんな感じになりますね。はい。っていう内訳になっていて、で、えー、っと、その実際の副作用ね、どういうものが起きたかっていうのは、その次のページの 6ページ目に書いてあるんですけれども、これもですね、まあ非常に興味深くて、まあ27%、一番多いのが、あ皮膚及び皮下組織の障害っていうことで27%。で、その次があ、神経系の障害が13%。で、続いて肝胆動系の障害が9%っていう、そんな感じで続いていきます。で、特にですね、まあ、皮膚及び皮下組織の障害っていうことの、さらに細かい分類が下の お、表のところに書いてあるんですけれども、まあ、これは、ま、あそうだよねっていう感じですね。あの、竹江公っていうですね、その薬疹っていうんですけれども、その、えー、お薬によって、えー、皮膚にこう、 ブ,まあ、ブツブツとはちょっと言い難いな。まあまあ、皮疹が出るっていうのがあるんですけれども、そういうのとか。あと、過敏症症候群ですね。まあ、ディースっていうふうに言われるものなんですけれども、そういうものとかですね。まあそういうのがあ出てきたりとかして治療を要するっていうのが、まあ一番多くなっていて。えー、ただ、これ意外なのが2番目が、その低酸素脳症っていうのは20%ぐらい神経系のところにあるのと、あとは、まあ、換気の障害。まあこれはまあ、あの、 そうだよねっていう感じですよね。はい。っていう感じで。で、特にね、その環境障害の原因の一番多いのはね、えー、漢方製剤になっていて、まあ、これは確かにそうだよなって思いますね。はい。っていう感じです。 はい。で、えー、っと、続きましてが、えー、っと、7ページ目ですね。で、具体的なあ事例っていうので書いてあります。で、まあ、これ、例えば、まあ、1番のところだけちょっと行きますと、1番医薬品医療手当関係っていうことで、皮膚、粘膜、目、症候群っていうことで、まあ、これ、スティーブン・シュンソン症候群っていうですね、非常に、あの、重症な薬腺、皮疹の一つなんですけれども、まあ、アセタムナフェンとセルフカペン、ピボ、 キシルですね。はい。抗生剤と、そのゲレチン通薬ですね。これを、喉が痛いっていうことで飲んだら、えっ、ー、と、その、発熱と、口の中のビランっていう炎症が起きてきてですね。で、まあ、高熱も続いてみたいな感じで、結果的に、えー、入院が必要になったみたいな。これは、まあ、診断が正しくって、えー、まあ、お薬より副作用であろうっていうことで、まあ、この救済の制度の対象になるっていう、そんな感じになってます。 で、えっ、ー、と、続いての、あ、まあ、8ページ目はちょっと飛ばさせていただきますけれども、お薬の副作用と救済制度の声っていうのが。 書いてありますはい。まあ、スティーブン・ジョンソンはね、時々見ますからね。はい。で、えっと、ちょっと注目すべきはですね、その9ページ目ですね。はい。9ページ目の不支給の理由の内訳っていうのを、不支給先ほど16%あるっていうふうにお話しましたけれども、そこの内訳が書いてあるんですけれども、一番多いのはですね、医薬品により発言したとは認められないっていうのが38%で一番多くなっています。で、えー、その次が判定不能である24%。で、 3番目にですね、この使用目的、または使用方法が適正とは認められないっていうのが16%あるんですよね。だから、ま、これはね、本当に先ほども言ったように、きちんとそのお薬の説明書き、えー、添付文書通りに使用していないと、えー、支給がされない可能性があるっていう、そんな感じになってます。 はい。で、具体的にですね、その、えっと、事例が、1、2、3っていうふうに書いてあって、まあ、これはね、本当にその通りなんですけれども、ちょっとここだけ最後ご紹介したいと思うんですけど、時間を超過してますけれども、一つ目がですね、添付文書に記載されている容量、用法を守られなかった事例っていうことで、まあ、転換ですね、転換に対して、えー、バルプロさんとラモトリギンを使っていったんですけれども、それで薬剤性過敏症症,症候群を発症したっていうことで、ただ、このラモトリギンの添付 文書通りに使用していなかったっていうことで不支給になったっていうことですね。まあ、これは、あの、そうだよなっていう感じですし。あと、二つ目ですね。えっと、添付文書に記載されている検査が適切に実施されていない事例っていうことで、えー、甲状腺機能、亢進症っていう、あの、喉のところにね、甲状腺っていう、甲状腺ホルモンっていうのを出す臓器があるんですけれども、そこが過剰にね、こう、甲状腺ホルモンを出してしまう病気があるんですけれども、それで、チアマゾールっていうですね、 まあ、抗甲状腺薬っていうのを使うことがあるんですけれども、これの副作用の一つとしてですね、この無化粒球症っていうですね、まあ、白血球が、ね、ものすごい少なくなるような副作用があるんですけれども、で、これね、定期的に血液検査しないといけないんですけれども、おその、あの、下に書いてあるように原則として2週間に1回ですね、2ヶ月間。 えー、採血しないといけないっていうことになってるんですけれども、その採血のペースが守られていなかったっていうことで、えー、不思議になったっていうことですね。だからこれ患者さんもですね、この添付文書通りで、ね、使うことにご協力いただかないといけないんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、なんか採血多いなとか思うかもしれないですけれども、これは副作用チェックのためにやっているので、あの、必ずその医者から、あの、お薬を使い出してですね、その、例えば採血を勧められたりしたときには、 それは受けていただきたいなというふうに思いますね。はい。で、えっ、ー、と、マさんですね。自己判断で使用した事例っていうことで、まあこれはそうかなって思いますけどね。官房症状を認め、家族に処方されていた、えっ、ー、と、医薬品の総合官房薬を服用し、換気の障害及びオーダーを発症したっていうことに。 ついては、えー、本人以外に処方された医薬品を自己判断で使用したことから適切な使用であったとは認められなかったっていうことで。これね、むちゃくちゃあるんですよね。なんか家族の薬を勝手に飲んでしまうとかっていうのはあるんですけど、これはね、絶対やってはいけないですし、こういうので副作用が起きても、まあ当然ですけれども、支給されない、認められないっていうことになりますので、この辺もね、知っておいていただけたらと思います。はい。ということで、今日はちょっと長くなりましたけれども、まあこの、 まあ、大事なね、非常に大事な制度なんで、医薬品副作用被害救済制度があるっていうことを知っておいていただいた上で、ただ、えっと、支給されないこともあるので、まあ、やっぱりお薬の使い方非常に大事ですよっていうお話をさせていただきました。はい。ということで、最後、心身じゃんけんに行きたいと思います。はい。えー、新進じゃんけん、じゃんけん、ちょっき ということで、今日も幸せな一日ありますように、お相手は大会の竹でした。興味津々。